ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。お願いです、助けてください。私の世界は闇の魔物たちに支配されてしまいました。どうか闇の魔物を倒して私たちの世界を救って。
Thank you.
見せてくれよ。Thank you.
神殿の守り神モーラを倒し、4つ目のウィローを手に入れました。しかしコットンの行く手にはまだ数々の強敵が待っている。負けるなコットン、それいけコットン、ことことコットン、ことことコットン、ファミレドシドレミファー。休んでポン。Thank you.
休んでポン。
1 2 3 4 5 6 7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 
ましたね。でも私がいる限り妖精界には行かせませんよ。ここでウィローと一緒に食べて差し上げましょう。負けるもんか。ようやくウィローを食べられると思っちゃった。大丈夫、魔物のボスよ。この人が全部悪いの。そのウィローごと食べて差し上げましょう。ボンバー。ちょっと大丈夫、ありがとうコットン。数々の辛い戦いを乗り越えてよくここまで来てくれましたね。あなたの勇気ある戦いでこの妖精界のみならず、あなたの住んでいる世界にもやがて朝が訪れるでしょう。この七色ウィローこそこの次元のすべての色を作り出している光の結晶なのです。ウィロー、今この手を離れ自らの色に戻りなさい。え？あ？コットンさん、本当にありがとうございました。
これで妖精界も救われます。リクのウィローなんて嘘をついて本当にごめんなさい。でもみんなあなたに感謝しているんですよ。あなたがいなければ闇の波動を消し去ることはできなかったでしょう。女王様もとっても喜ぶ。あら、あの、もしもし、石になってる。いや、あの、その、あ、そうそう、そういえば隣の国もなんだか黄金のウィローを盗賊に盗まれたとか言ってたわ。退治するとウィローがもらえるかもしれ。